戦火の爪痕も彼の決意も今なお変わらずここにある。無冠の超人、悲願の王座へ、ミルコ・クロコップ。クロアチア人とセルビア人、かつての隣人が激しく戦った最前線の村、友人たちが目の前で死ぬ恐怖。ミルコにとって頼れるものは父と作った鉄のバーベル、自分の力。戦争の最中、尊敬する父も死んだ。ミルコは父を失った時、格闘家になる決意をしたという。Ali najveća naša tuga je što otac nije doživio to. なけなしの5000マルクをかき集め日本へ。誰よりも強くなりたい、それが戦火をくぐり抜けた少年の願い。To ću vam moći reći kada iako uzmem pojas prave, ja se ipak nadam da hoću. しかし、いつもあと一歩のところで夢をつかみ損ねている。父は死に、そして彼もまた父となった。息子が平和な時代に生まれてきたという幸福。しかし彼の戦争はまだ終わっていない。あれから10年、ミルコ悲願の頂点へ。全ては今年。Mislim da bi tu riječi bile suviše, da bi on to znao. Mi kad dođemo u tu privlaku i kad stanemo na taj grob, uvijek mislimo da on to sve zna. Tako mi pojasni tu Fedora, Fedora je dalek borac, ali pobjedit ćemo. Kono otoko ni totte mo, 2005年は特別な1年となる。世界一のタックルとハンマーパンチでプライドグランプリ初代王者に輝いたアメリカの生きる伝説。家族のために戦うコールマンはアメリカの格闘熱血親父として多くのファイターたちから尊敬されてきた。しかし戦いに没頭するあまり、家族との関係が思わぬ方向に。愛する娘たちと会えぬ日々。熱血親父は戦う糧を失い、敗北を重ねた。Sometimes things don't go your way in life, so my focus hasn't been on fighting the past couple years. しかし昨年、マナ弟子のランデルマンとミルコとの一連の抗争劇が、くすぶっていた格闘親父の情熱に再び火をつけた。I'm gonna beat him. I know that about it. I know I can beat him. I can take him down. He can't stop me. I'm gonna pound him out. I lost that passion for a while. I lost it for the past couple years, but now I have it back. I'm doing this for myself, obviously, but I'm also doing this for them and my two children. 今年こそ。そこにたどり着く。帰り咲く。約束の地へ。ミルコ・クロコップ VS マーク・コールマン。And now for today's final match. 青コーナーよりマーク・コールマン選手の入場です。
こよ。我をかつての王者と侮るなかれ。頂点に立つ者と立てぬ者、お前はその違いに未だ気づいていない。そこに導かれるは神に選ばれし崇高なる戦い人のみ。いかに強き肉体を持とうとも、いかに多くの技を持とうとも、そこに心あらざれば願いは形。自信が過信となるとき、人は足をすくわれる。去年の4月、我が愛弟子に犯した過ちをお前は今夜再び繰り返す。ミルコよ、心に隙あらば無冠の超人に終わる己の定めを恨むがいい。この道の先に進むのはただ一人、それをこれから決しよう。不惑の元王者が再び仰ぐプライドの頂点、プライドグランプリ2000王者マーク・コールマン、生き残るのはこの俺だ。赤コーナーよりミルコ・クロコップ選手の入場です。あの日、少年の手には一つの武器もなく、友を守ることができなかった。最愛の父をも奪われた。思い出したくもない恐怖の日々。生き急ぐ理由はそこにある。ただ強くなりたかった。生き抜かなければならなかった。いつしかそれはベルトへの強い執着心に形を変えて、ミルコの中で漏れ上がる。我30にして立つ。今宵湧き上がる血潮と溢れ出す闘争本能で、桜色に染まる肌、そして悲惨な戦果を見続けたその青い瞳。誰よりも強く、誰もたどり着けない場所に向かって、極限まで鍛え上げた肉体と研ぎ澄まされた精神は、人を寄せつけない緊迫感を漂わせる。無冠の超人はその時まで待ちきれない。実戦の緊張感の中で牙を研ぎ刃を磨く。ミルコ・クロコップ、特別な一年が今始まります。これより大事な試合を行います。青コーナー185センチ、108キロ、マーク・コーマー。伝説の初代チャンピオンがよみがえるマーク・コールマン。赤コーナー188センチ、104キロ、ミルコ・クロコップ。無冠の超人、悲願の王者へ、ミルコ・クロコップ。さあ高田さん、はい、ミルコにとってみると6月にヒョードルとの決戦というのが控えていると噂されていますが、はい、その前に、なんとマーク・コールマンとの対戦を選びました。とんでもない相手ですね。ただね、ミルコ選手の表情を見てると、はい、なんかこう落ち着いてるというか、いい意味でのゆとりがあるという気がしますよね。余裕ありますか、さあ、浜口京子もリングサイドでこの試合見つめています。生き残るのは無冠の超人か、それとも伝説のグランプリ王者か。タックル早いですよ、これ。このタックルで入ってくるという力ありますね、マーク・コールマン。パンチでいった、右ストレート。あれフェイントですね、タックルと見せ上げて。パンチで入ってきました、マーク・コールマン。危なかったです、今。簡単でした。
サウスポーに構えているミルコ・クロコップ。今日は様子を伺ってきた。タックルいった。しかしこれを切った。そしてハイキックを放っていったのはマーク・コールマン。かつてグランプリの頂点に輝いたあの時よりもコンディションはいいと聞きますマーク・コールマン。ベストコンディションですよ。両者の拳が交錯するとはまず思いませんでした。ですね、いきなりタックルでテイクダウン取りに行くと思ったんですよ。小池恵子さん、はい、まずパンチから来ました。またストレート、意外でしたね。なんかこの2人立ってるだけで本当になりますよね。今度はタックル切りに行く。タックル切ってますよ、はい、このあたり吉田さん、はい、どうですか。いや相当研究しますよね。うまくバックステップ、体の体重移動を利用して切っていきました。ミルコ・クロコップ小さな息をしました。ミルコ画面の右側、プランがね少し崩れてきてるかもしれないね。どちらですか。コールマン、コールマンの方です、はい、パンチこれもかいくぐる、見切っています。ミルコ・クロコップ、とにかくミルコは実戦の中でしか自分を磨いていけない、そんな思いを口にしました。ここで本来であればグラウンドで上に乗ってるはずなんですよ、はい、コールマンは。そのタックルを切れました。左ストレート、ミルコの左フラッグ来た。チャンスですね。ミルコ、ミルコが射程圏、しかし片足タックル、これもかいくぐる、握ってます完全に。そして右ストレート、前を詰めます。ミルコ左のストレート、これはフェイント、アッパーもフェイント、右のストレートはマーク・コールマン。ミルコはフェイント2発、ここもフェイント、それにマーク・コールマンは機敏に反応していきますが、フェイントに引っかかっている。左ストレート、おでこの横高、はい危ないですよ、はい危ないですよ、まだ出てないですよね。肺のタイミングを伺っているか。左ストレート、はい危ないですよ。ミルコは殿下の宝刀、左ハイキック、いつ持ってくるか。右のフック引っかけてきた、取れないね。今一瞬でコールマン首かしげた、首かしげたよ。なぜタックルが入らないんだ。そういうことです。そんな思い、わずかに首をかしげたマーク・コールマン、2000年のグランプリ王者です。左のフック、これも空を切る、前をじわじわと詰めていく。ミルコ、これもフェイント、ガードを上げる、マーク・コールマン。高田さん、マーク・コールマンのガードはどうですか。ガードいいと思いますけど、ここで一発強いローが欲しいですね、ミルコ選手はね。ローで下に意識を上げてということですね。パンチ打って入るんですよね、まあ、考えてると思いますけどね、当然。マーク・コールマンの右の背中のあたりに鮮血が見えます。交錯したときにやや切れたか。ミドルを放っていったのはコールマン。ミルコ・クロコップ前に出る。マーク・コールマンはまだタックル入れません。第1ラウンド3分が経過、第1ラウンドは10分間。左のミドル、ミルコ・クロコップ、これ左のストレート、コールマン嫌ですね。左ストレート、うん、非常に速い左のストレートを放っていきました。ミルコ・クロコップ、片足タックル、これもバックステップ、そして蹴り、左ストレート、ダッキングしてなんとか避けていったコールマン。左のフック、さあ食いついていこうというところですが、赤コーナーサイド、これも切る、ミルコは切る、力強いね。ミルコ力で切っていきました、すごいね。顔は真っ赤、コールマン思うに任せぬ、タックル取れなかった、1本も取れなかったのは初めてです、これ。確かにそうですね、呆然とミルコの方に目をやるマーク・コールマン。今ようやくミルコがマーク・コールマンの元にやってきました。コールマンにしたらもうこれしゃあないやと、お前強いよと、そういう思いでしょうね。いや吉田さん、はい、ミルコはここまで進化してましたね。すごいですね、すごい。コールマンのタックルをね確実に見て、はい、コールマンの両脇作ってたでしょ、だから入ってこれないですよね。あ、下に入ってこないように、両脇作って相手持ち上げてましたから、よく研究していました、ミルコ・クロコップ。いや小池さん、はい、マーク・コールマンもね復活を期してたんですが、ミルコの何かこう爆心は止められませんでしたね。そうですね、これ本当に噂されてるようにヒョードル選手とね6月に戦ったことがあったら、ね、この調子でいけば勝てるかもしれないですよね。今まで高田さん、はい、ミルコにはいくつか隙がある弱点があると言われてましたよね、はい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 、今の試合をご覧になって、あのね、隙がある弱点があると言えば、はい、そのトップクラスのアマレスベースのファイターなんですよ。
ところがそれをね完全に克服してますよ、ランデルマン、はい、スピードのあるランデルマン、はい、そしてこのコールマンですね、はい、パワーとスピードのコールマンです。この試合が6月の決戦に向けての調整試合ではないんだ、穴がないってことです。自分の今まで磨いてきたものを一つ試しておきたい、今のミルコ・クロコップには全く資格がなくなってきたか。この左のフック、そしてすぐにアッパーが飛んできます、下から、そしてとどめ、ね、さあそしてミルコ・クロコップマイクを取りました。元気です。Hope you all enjoy the fight. I can say only one thing. I'm still standing and I'm still waiting for the title fight. Emelianenko Fyodor, you are next. 皆さん、今日の試合を楽しんでくれましたでしょうか。今日言いたいことは一つだけです。今私はこのリングの上に自分の足で立って、そして待っています。ヘビー級ウェイ、ヘビー級のチャンピオンシップのタイトルマッチをする日を待っています。フィオドル選手、次はあなたです。ジェロビ、ポザリティスレグラテリノエテレウドモイニスフェネコイシュミドアリポッポルザオボル。ファフョードルはこのミルコの姿をどこでどんな風に見ているでしょうか。やれるべきことは全てやった、あとは待っているだけ。フョードルとの決戦の前にして、このレスリングとレスラーとしては最強と言われているマーク・コールマンに対して全く何もやらせませんでした。ミルコ選手にとって最もこの嫌なタイプというのはこのコールマンタイプなんですよ ね、 そうでしょうね。完全にこうクリアしましたので、プラスアルファ横に今ね、はい、充実のチャンピオンのベウルムがいるでしょう。そうなんです。ちょっと共同戦怖いぐらいな進化、まだまだ2ヶ月ありますからね、進化率を感じますよね。そしてコールマンです。 It's the toughest fight I've ever fought in my life, but I won't quitI won't quit. 今日の試合は非常に厳しい試合でした。クロコップ選手は本当に強く、自分の今までの人生の中で戦った選手の中でも本当に最も強かったと思います。でもこれでやめません、絶対にこれでやめません。He's a great fighter. I don't know what else to say. The man's incredible. I think he's going to be wearing a belt very soon. But, like I said, I'm going to train hard. I have a lot of work to do. He kicked my ass. It's going to take a lot of work. I'm going to try to do it. I won't quit. I'm not done yet.I give him credit. He was a better fighter tonight. 本当に偉大な選手でした。信じられないぐらい強いです。それ以外言葉がありません。もうじきタイトルマッチに勝ってベルトを取るでしょう。でも私は練習をして、そしてやることをやります。今日は叩きのめされました。今日はクロコップ選手の方が強かったんです。でももう一度言います、まだ私は終わっていません。まだやめないんです。プライド2戦王者マーク・コールマン、40歳にしてまだまだ俺は終わらない、その宣言をしてリングを去ります。さあミルコ、フョードルとの決戦に向けて資格なし、マーク・コールマンに対して、かつてのプライド王者に対して完勝です。